夏目イヤシ属はヤシ科の植物の一属。鵜上複葉の葉をつけ、小葉は V 字に2つ折れになっていて、先は尖っている。またその小葉の内で基部のものは鋭い棘になっている。外見的にはやや素鉄に似た姿のヤシである。食用や観賞用に重要でよく栽培されるものを含む。葉の形、図版。 株立ち素鉄樹路ほぼ直立する茎は枝分かれをしないが根元で芽を出して株立ちになるものもある。大きいものは例えば夏目足は高さ25から30メートル、幹の直径が50から80センチメートルにもなるが、姫夏目足もどきでは普通は高さ30センチメートル、大きくても1メートルを超える程度である。傭兵は比較的短くて光沢のある緑色をしている。 はがかれると、傭兵器部は、繊維毛と共に茎に残り、その後に次第に脱落して、肝表面にその後が、波状紋や突起として残る例が多い。洋身はタム状を吹くようで、小葉は個々に分かれて出る。また小葉の内で器部に近いものは変形して、固く鋭い針状になる。章葉は中央で二つ折りになっており、断面は V 字型をしている。また小葉の幅は狭く、 先端は尖っている。果女の図版姫なナツメヤシモドキシユイで、小花とメ花ナは別の株につく。肉ック果女は葉の間から出る。花柄につくつとは、キ部の一個のみが大きく発達して目立ち、ヘラ型で先端が尖っているが、これは早期に脱落する。果女の枝は全てが直接に軸についているようになっていて、全体では放き状をなす。より詳細には、家計は、 無毛で木質化し、ところどころに加工が数本から十本ほどを列をなして出ており、そこからまっすぐに伸びるが細かい波を描く形の分子が多数出る。花は黄色っぽい色をしており、ここに離れて螺旋状に配列する。尾花では学編がカップ状に融合しており、通常六個のおしべを含む。おしべの柄はごく短く。 時に消失しておしべそのものの長さの大半は薬であり、花弁の内側の多肉質の感情の膜上に配置する。目花では、学編は、尾花同様だが花弁は瓦重ねに配置している。花弁は丸く、目しべを包み、その先端から、中等だけが覗き、また薬がなく、輪辺状に耐火したおしべが6本にある種が多い。心側は3個で、理性。 つまり互いに完全に融合せず、個々に区別がつく。ただしこのうち成熟するのは一個のみである。果実は一つの未生児、楕円型で多肉質で大々色から紫褐色に熟し、内部に種子を一個だけ含む。種子は小麦のように片面に縦溝があり、その部分では種皮が深く食い込んでいる。乳は質で、は溝のある側の反対側の ほぼ中央に位置する。なお、受精すると果女が伸び出し、成熟時には長い軸の先に果実がある状態になり、これは鳥が近づきやすい形となる。学名は、夏目ヤ市の古代ギリシャ語名に由来する。その語源は二節あり、一つは神話に出てくる、不死鳥のフェニックスから来たもの、というもので、もう一つは古代のフェニキア人に由来し、夏目ヤ市の果実の朱紫色が、 フェニキア人の用いた色であったことによるという。なお、園芸の分野などでは、学名かな読みのフェニックスもよく用いられる。アジアから、アフリカの熱帯から熱帯域に分布し、約17種が知られる。ほとんどの種は、乾燥地帯を生育地としているが、その中でも水が、地表近くに出ている場所や、季節によっては川になるような場所、オアシスなど、水条件の良いところに生える。 氷林赤、コリフェディに含まれるが、本属だけで、夏目やシレンフェニシを認める。本属の葉がタム状を吹くようで、小葉が V 字になっていて先端が尖っていることなどは、ヤシカでは本属のみの特徴となっており、他に似たものがなく、これを見るだけで本属と判別できる。また、放棄状に分子した果女が単一のツトに包まれているのも独特である。名前の上で似ているものとしては、 二世代親子族サダフェニックスがある。傭兵は幅広く、表面に白く漏質を帯び、部城服用ではあるが、小場は2から六枚ずつ束になって生じ、この束が耐性する。また小場の断面は逆 V 字、つまり、中央が山になった二つ折りとなっている。蒸気のように種数は多くないが、自然交雑による変異などもあり、同定が困難な例もある。主観交雑は、 非常に容易で、栽培下では例えば、新能野種とかなり野詩のように大きさがひどく異なる。種の間でも容易に後輩が起き、栽培地では原種そのものは存在しないとの声すらあり、そのために学名などに混乱も多い。以下に代表的なものを挙げる。多くの野詩はその茎や葉を、建材や屋根吹き材、敷物などに用いられ、その点では本属のものも同じである。 しかし、この属にはその他に、以下の例がある。夏目ヤ氏は、果実が肉質で糖分が多く、そのまま食べられたり、ゼリーや乾燥果実として用いられ、さらにアラブでは、主食とされてきた。現在では特に都会では、主食の座にはないが、田舎や砂漠地帯では未だに極めて重要なもので、果実が主食の座にあることでは、ポリネシアのパンの木と並ぶ。 ヤシ類で主食になるものは、本種が唯一のものと記したものもあるが、これは多分、サゴヤシのことを忘れていると思われる。いずれにせよ、その重要性は、ココヤシ、アブラヤシと並ぶものとの表もある。砂糖ナツメヤシは、樹液から砂糖が得られ、この2種は広く栽培され、古くからの交配品などもある。他にも、食用となる種がある。ちなみに、 このように夏目ヤシは重要な食料であり、栽培の歴史も古い。それだけに伝承を通にも頻繁に現れ、エジプトやユダや古代キリスト教の伝承などに品質するヤシの木や、その葉は、この種であると考えられる。岩祖哲樹郎新郎ヤシはその姿が優美で、干渉価値が高く、鉢物として栽培されるほか、切り花用としても栽培され、日本では、 八条寺まで生産されている。かなりヤ種は、耐寒性も高いので、街路樹などにも用いられている。耐寒性の関わりから日本で栽培されるのは主に、この2種であるが、他にも栽培される種は多い。なお、新農ヤ種は、本属中で最も葉が、細く、また柔らかいもので、鉢植えに向いているが、本属で最も優雅な姿となるのは岩祖鉄樹露で、 幹が大きくなってその魅力を発揮するために庭上に向く、とのこと。石井井上代表編、P2118 以下、主として、園芸植物大辞典、P2555 から2556、掘った他編、P799 石井井上代表編、P2117 ドランスフィールド、P107 石井井上代表編、 p 二千百十七石井、井上代表編、P2117、掘った他編、p 七百九十九石井、井上代表編、p 二千百十七ドランスフィールド、p 百七7石井、井上代表編、p 二千百十七ドランスフィールドは、約十五種としている。園芸植物大辞典、p 二千五百五十五ドランスフィールド、p 百七ドランスフィールド、 P107 この部分、園芸植物大辞典、P2558 園芸植物大辞典、P2555、随士、井上代表編、P2118 園芸植物大辞典及び、石井、井上代表編より、ッタた他編、P800、日本インドアグリーン協会編、P237 園芸植物大辞典、P2556、ッタた他編、 P800 園芸植物大辞典 P2556 から2557石井井上代表編 P2120 石井井上代表編 P2122 ありがとうございます。